おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。元気でしょうか。はい、私もね、たまに YouTube 動画で未解決事件っていうものを扱っている動画、まあ、2、3本ありますけども、まあ、2、3本っていうか2、3チャンネルを見たことがありますよね。うん、まあその未解決事件がね、まあ、一応こう解決したっていうのもありますけども、うん、たまにね見返すことがありますよね、うん、なんか犯人はもう分かっているんだけど、その闇の力というのか権力というのか圧力というのか、そういうのが、まあ、加わっているがために逮捕しないだったり、まあ、下手したらね、もうこの世には犯人がいないっていうこともあるんで、どうしてだろうっていうふうに思ってしまうね、時もあります。もう、その30年以上、もう40年、50年近くのものって、でもうそもそもね、犯人がもういないっていう部分もあるし、その動機も分かんないっていうのもあるし、その未解決事件で、ね、もうその被害者の方が亡くなられて、もともと亡くなられている場合もありますし、うん、どういう状態だったのかっていうのも分からないし、その証言としてね、あのやっていた方々、周りの方々ももう亡くなっている方もいらっしゃるしね、もう40年50年前のやつって、うん、だからそういうのはもう本当に半永久的に未解決事件になってしまうし、最近だとね、その茨城でしたっけ、栃木の方の、まあ未解決事件、1年半ぐらい、まあ未解決事件だったんだけど、ね、一応解決になりましたよね、犯人見つかって。うん、その亡くなられたご夫婦、とは面識がなくて、だけどその周りの土地勘もまあある程度知ってる人で、人見も何回かしてて、でその凶器になるものがね、もう何十個ともあって、何十個もなくても相当数あって、うん、っていうのがあってね、まあ下見を何回も訪れていったらしいですよね。多分その被害に遭った方々は犯人のことを知らないんだけども、犯人からしたらその被害に遭われた家族を知っていて、まあそれがね、あのもしかしたらショッピングセンターだったりだとか、また別のその町内会じゃないけど、その地区の行事かなんかで知り合ってて、うん、まあ犯人からしたらちょっと気に食わなかったのかわかんないですけど、まあ、そういうことがあったんじゃないか。動機としてはね、まあ、もう手に出てこないので、まあ、はっきりと、そういう裁判などで出てくる可能性はありますけどね。うん。まあ、本当にそういうのってさ、表面に出てきてる、まあ、ね、そういう記者の方が調べ上げる以上のことを、そういう動画、チャンネル、に出てるんで、
どういうところからそういうね詳しいことが知ってるのかなと思っちゃいましたけどね。まあ変な話、ダークウェブのねその表面に出ている情報以上のものってそういうところから吸い上げている部分があったりとかね、まあ、そうじゃなくても、まあ、確かなところから、まあ、警察まで行かなくてもねそういう確かな情報を引き吸い上げる人もいて、うん、情報屋じゃないけどさ、うん、そういうところから、まあ、情報としてもらってまあこういう YouTube なんかでね取り上げて発表するっていうこともあるだろうけど、うん、本当ね解決してほしいですよね。あと小さい子がね誘拐されたとか、今はもう30代40代くらいになってるけども、その当時小学校2、3年生ぐらいの子で、うん、結構ね有名どころって言ったらね怒られるけど、まあ生きているならば私と同じぐらい40代ぐらいになってる子もいますし、うん、やっぱその小さい子小学校2、3年生ぐらい、まあ下の子はまあ幼稚園ぐらい 5歳ぐらいか、うん、やっぱね最近だとなんか売春島じゃないけどそういうところに連れされて小さい子を相手に好きなまあ人がいるんで、そういう人を相手にまあなんかされてるんじゃないか、そういうのが必要だからまあ小さい子は誘拐されるっていうね、まあ話もあったりとかしていますけど、まあ大きくなったら大きくなってまた違うところに行かせられてしまうんだろうね、うん。本当にどうなることでしょうか。うん。ね、解決してほしいです。皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。